前に切る寄って、前切り寄って、うんねはい。委員会を再開いたします。それでは子ども若者育物館関係の請願審査を行います。請願第46号、子どもの医療費無料制度の創設の要請等を審査いたします。前回の審査を継続いたします。何かか質問はございませんか、はい、山本家 この請願に関連して、この間ですけれども、1月20日付ですかね、新聞の長官で、本紙の子ども医療にかかる記事が掲載されていたとは思いますけどこの記事について、ご認識はどうでしょうか。はい、上田子ども若者未来部長。はい、1月21日の新聞で掲載されている子ども医療費についての 記事についいてございますがこちらは医療・保育団体等がされたアンケートで医療費について負担を感じるという親が5割いたというような内容が紹介されております当然子ども医療費支給制度につきましては平成24年2月に司会でも決議いただきました現実的かつ計画的な制度拡充が必要だと。 ということで進めていくということでございますので、アンケートの詳しい内容は別としまして、子ども医療費の充実に取り組んでいくということは進めていきたいと思っております。はい、山本家人 またこの記事を見ますとです、ね、まあ、未受診や治療中断について18、18%があると記載されていたわけですけれども、この内訳を見ますと、時間がないというのが最も多くで、ついで仕事が休めないとなっておりますけれども、まあ、現在の子ども医療費の上限額とは、それほど関係していないようには見えるわけですけれども、この点の認識はどうでしょうか。文部部長 はい、確かに未受診はあの、まあえー、金銭的な問題だけではなく、まあ、時間がないであるとか仕事を休めないという、まあ、働き方の改革の問題もあるというふうに思っております、えーまあ、そういう意味でワークライフバランスの推進につきましては、まあ、教都市全体で取り組んでおりますし、えーまあ、子どもを育む施策としても取り組んでいる、えー、っておりますので。えー さまざ、あ、まあ、様々な保護者の困りごとについては、えーまあ、保健福祉センターの子ども配布施設等で、さまざまな支援にきづいて、必要な窓口につなぐと、それで支えていくという取り組みをしっかり進めていく必要があると思っております山本敬人。 まあのこのアンケート調査にまあ対するまあ市の考え点については、大体まあ理解はしましたけれども、やはりえ肝心なのは、やはり子ども医療の拡充ということでありますので、先ほど答弁あったように、子ども医療の拡充については、本市として、これはえ24年の付帯決議にあったように、現実的かつ計画的な制度拡充に努めると。 そういう内容を決議あった経緯がありますけれども、この決議を受けましてね、これまでどのような取り組みがなされていたのかをお聞かせください、はい、上田部長、はい。子ども医療支給制度は、国による補助制度がございませんけれども、府市協調によりまして、平成5年に発足しております、今回、今日まで7回、制度の拡充を行ってきております。 最近では平成25年9月にまあ1か月の実行負担額が3000円を超えた場合には償還払いから現物支給に改善したということもございますし27年9月にはですね入院および通院治療費の支給対象を小学校6年生までだったのを中学3年生までに拡充をしております。そのような拡充については 市長と市民の皆様の大切な約束ということになっておりますので限られた財源の中でございますけれども重点的な配分そして現実的計画的な制度拡充を図るという歯会決議を踏まえまして京都府とも協議して草手世代に喜ばれる施策となるように検討しているところでございます一方で先ほどもありましたけれども子ども医療費の 制度については、本来、国の責務として全国一律に実施していただくべきものと考えておりますので、これまでからもしておりますけれども、今後ともあらゆる機会を通じて補助制度の創設、国民健康保険に対する国庫負担金の減額調整措置の撤廃を求めてきたところでございます。はい、山本芸人 本来、これはです、ね、国が全国的に実施すべきところで実施していないために各自治体がこのように実施していることであればです、ね、今後とも国に対してもしっかりと要望していただきたいと思っておりますまずで一方で,です、ね、この請願文書にはです、ね、自治体女性へのペナルティを就学前までの女性に限って撤廃するということです。 と,とありますけれども、これは具体的にどういうことなのかというのと、その財源については、何か重当されておるでしょうか上田部長。えーまあ、自治体が独自に行う、まあ、あの医療費助成、えーえー、国民健康保険のです、ね、減額調整措置が適用されてきましたけれども、まあ、これまで強く要望した結果、平成30年度から未就学時に限ってでございますけれども、その減額、 適用の措置が撤廃されたということでございます。本市におけるこの影響額は約3000万円程度となりますけれども、その財源については、国の方では、さらなる医療費助成ではなく、他の少子化対策に充当するべきというふうな助言も出ております。新たに実施する子ども・子育て家庭への財源充当を検討しているところでありまして、 まあ詳細については参入年度の予算に向けて検討をしてまいりたいということでございます山本芸人その点よろしくお願いをしたいと思っておりますまたこの請願を見ておりますと、えー、まず1、自学卒業までの子どもを対象した医療費無料制度創設を国に求めることともう一つが本市における子ども医療費支給制度を拡充することというまあこの2点要望されているわけですけれども これは先ほど言いましたけれども平成24年2月司会での決議と、まあ、一部内容が遅刻しているように感じているわけですけれどもまずはこの司会決議の項目についての、まあ、決議以降ですね本州でどのような対応をしてきてのかを、まあ、別途資料が提出していただけると思うんですけれどもこの点はどうでしょうかというのと、まあ、その上で 本制限について対応を検討するということを考えたいと思いますけれども、よろしくお願いします、はい、上田部長、はい、24年2月歯科決議以降、どのような対応を行っていたか、まあ、先ほど若干ああの紹介しましたけれども、取り組みの資料は提出させていただきたいと思います。はい本経人 その点よろしくお願いしたいと思いますけれども、その点、これからのこの請願についての対応を決めたいただいま、山本啓治委員から要求のありました、付帯決議移行の取り組みについての資,料の資料については、提出できるとのことですので、委員会資料として提出を求めることにご異議ありませんか。 はい、ご異議がありませんので、委員会資料として提出を求めることに決定いたします。理事者におかれましては、なるべく早くご提出いただきますようお願いいたします。他にございませんか。はい、山本陽子委員。はい、委員長。はい、2、3点お聞きします。 あの今回あの請願内容としてはまあ特に就学前の子どもに対してはまあ特段の配慮による制度の拡充を求めておられます、まあ、あの京都市議会でもあの24年に挙げた決議では受診機会の多い低年齢層に対していうことでねあの対処を求めていますあのこの間あの決議を挙げてから5年経ってるわけですけれども あの内容を見てみましてもです、ね、あの3000円を超える償還払いの制度を見直しこれは実現していただきましたし国に対する3つ目の国に対する要望も引き続きしていただいていますで残るは1つ目の受信機会の多い定年齢層に対しての拡充ということであの決議で求めていることがです、ねまあ、5年間残っている,るものがあるわけですけれどもこの定年齢層に対しての対処というのは今どのように検討されていますか。 はい、上田子ども若者未来部長さら、はいえーまあ、なる拡充ですね、えー、どこの年齢対象にしていく、あるいは金額をどうしていくということは、えーまあ、費用対効果という言葉が適当ではないかも分かりませんけれども、えー、どのようにすれば一番効果的で、効率的で、 えー、いい制度になるのかということは、まあ、京都府とも、えー、協議し、えーまあ、あの議会の先生方の意見もいただきながら、えーえーまあ、考えていくべき問題かなと思っております山本よ子委員。協議していくべきものと考えているって、協議しているのかどうかっていうところがね、あのー、お聞きしてるんですけれども、あのー、先ほども取り上げられた京都新聞の,、ね、あの記事を見てみますと、 その最後の方に京都府があ、まあ、言ったのかその、えー、京都市との協議の、ま、場を持つ方針を明らかにしているとこの文章ではです、ね、京都市と協議の場をこれから持つ方針っていうふ、ね、うに読めるわけなんですねあの決議あがってから5年経ってましてで半額はまあ京都府も負担するところに負っている京都市としては。 協議は必要だとずっと言われてきたんですけれども、協議はされてないんですかということをお聞きしたいんですけど上田部長。えまあ風刺双方でそれぞれ検討やあのまあ調整はあのしておりますけれども、えー、まあ大きな課題でありますので、えー、今、こういうふうに協議があのまとまっておりますとか、こういう方向で考えていますとかいうところにはま、まだ現在は至っていないということでございます。 山本委員、はい、あの決議を挙げてから5年の間にです、ねまあ、あの再選した市長の公約にも新たになっていてその話し合いがされていないのであればあこれは本当に市長の,、まあ、その態度が問われますしその具体化の、まあ、子どもの貧困対策の具体化としても事業として挙げられています。 でこの問題を先送りすればするほど、ですねやはり少子化対策としてはまあ遅,すぎ遅すぎるということにもなりかねませんし、あの議会も決議を挙げてから、何年かかってもよいよと言ってるような立場ではないと思うんです、でまあ、京都市の子育て支援対策の強化は、やはり待ったなしということだと思いますので、まあ、早急にあの京都府との検討をしていただきたいと思います。 であと最後にです、ね、先ほど少し取り上げられましたがその厚労省からの通知でこのペナルティの廃止の分について、えー、各自治体においてさらなる医療,医療費助成の拡大ではなく他の少子化対策の拡充に充てることを求めるものとするということを通知されているんですけれども先ほどはこれに従うような、ねえー、ご答弁だったんですけどね。 あのこのことに関して、あの倉林明子参議院議員があの委員会で質疑しておられる内容、ご存知かどうかと思うんですけれども、えー、この通知は国として自治体に対して、これを強制するといったものではないと、そしてこのペナルティにより生じた財源を医療費助成制度の拡充に使うことを禁止するものではないと、ご答弁されていることはご存知ですね上田部長、あすみません。 和歌山の博組局長。不との協議ですけれども、これはあの5年間ずっとしてますし、思議協議があるたんびにあの私ども話してますんで、今、全然してないということでは全然ございません、それとあの先ほど上田が答弁申し上げましたように、技術的助言ですので、最終的には京都市の判断であるということについては、領知しております。山本 ありがとうございますあの決議にも上がっていることですし、その子育て支援対策、少子化対策ということでね、議会としても優先順位の高いことだというふうに認識してこそ決議を挙げていると思いますので、ぜひそこの政策判断をしていただきまして、えー、早急に検討を進めていただきたいと思います以上です、はい、他にございませんかなければ取り扱いはいかがいたしましょうか、自民党さん。 けど、私も質問させていただいて、まあ、請求もあ、しましたんで、それをまた見て、ええー、我が家、県として、えー。決めたいと思いますので、留保でお願いします。はい、共産党さん。私どもも留保でお願いします。公、はい、明党さん。<上>えこ、ーえー、本日は留保ということで、お願いいたします。はい、民進党さん、はい。あの、留保でお願いします。はい、日本維新の解散。はい、留保でお願いいたします。共産党さん。はい、留保でお願いします。 それでは、本請願については、留保とすることにご異議ありませんか。はい、それでは本請願については、留保といたします。はい、以上で請観審査を終わりますが、この際、子ども若者の各事務局に対して質問のある方は、ただいま挙手していただき、あらかじめ質問内容をお申し出いただきますようお願いします。はい、えースライン えもあの、高校進学の就学支援金の、一部前倒しについてです。はい、山本横井。はい、育児休業復帰に関する制約書についてです。はい、あ、はい、山本博文委員。えっと、企業主導型保育事業所について。はい、菅谷委員。あ、ちゅうと。あ、み、みちあだい。ごめんなさい。 保育園、こども園、小規模園の定員割れについて。はいはい、それではただいまお申し出のあった質問について、津田委員、山本陽子委員、山本博文委員、道畑委員が行うことといたします。なお改めて申し上げますが、お申し出のあった方以外の委員の質問は、当該質問に関連する内容以外は認めませんので、ご承知おき願います。 それでは一般質問に関連しない理事者はこれで退席願いますお疲れ様でした準備が整いますのでしばらくお待ちください それでは一般質問を行います入学した金の前倒し支給についての質問を行いますそれでは津田委員すみませんそれでは簡単に聞きたいと思います先日の1月16日に広報発表されました高校進学の就学支援金入学した金の 前倒しの支給、まあ、制度を変更されたということなんですけれども、どういうふうな内容に変更されたかをご説明いただきたいと思います、はい、上田子ども若者未来部長、はい、高校進学就学支援金ですけれども。 えまあ対象はまあ市民税が課税されていない世帯と生活保護受給されている世帯の高校生とに対してえ高校等での就学を支援するという目的でまあ入学準備のための費用や学用品費などの費用の助成として行うものでございますえまあ今回、早期に進学先や確定する方えまあ私立高校の推薦・専顔での受験の合格者 公立高校の前期選抜試験の合格者の方が対象になりますけれども2月中に決定する方ということで従来は4月10日頃に支給となっていたんですけれども入学した金の方を3月末に前倒しで支給するというものでございますこの事業については京都府の高校生給付型奨学金制度を取り入れておりましてまあ 不の補助対象者のみならず、本市独自に私立の全日制も対象とするなど、京都府との府市協調の事業として実施しております。えーまあ、今回の前田市の方は、2月中に入学席を確定して申請いただいて、合格通知書や入学料納入した書類の写し等を従来の必要書類に、えー、と合わせて提出していただくということでございます。 えー、分かりましたあの、まあ、今回なな、なぜ、ね、こういうふうにあの、えー、されたのか、まあ、その経緯について、簡単にご説明いただけたらと思います上田部長、はい、あの昨年3月に貧困家庭の子ども・青少年対策に関する実施計画も策定しまして、まあ、総合的な施策を推進していくという中で、えーまあ、本件につきましては、 まあ申請する人が実際に必要な費用を捻出することがまあ入学前になりますので、京都府と継続的に協議してまいりまして、今回、協議が整いまして、府市協調で30年4月の入学者から前倒し支給するということになったものでございますわかりました。あのー これ、まあえー、と義務教育の方でもね、教育委員会の方で、こういった形でしていただきまして、高校でもですね、こういうふうにしていただくと、あの大変、えー、親御さんにとってはありがたいことだと思いますので、えー、喜ばれると思いますので、えー、よろしくお願いします。お願いしますそれで、あのこの、えーとま、前田しの支給の、まあえー、と全体の見込みの額ですよね、どれぐらいになるのかというのが1点と、それからあの今お話では、えー、2月、 受付ののみということでございましたけれども、まあ、高校生、3月受付もあると思いますけれども、支給対象とはできないのかというのが2点目、そしてこのお金ですね、予算はどうされるのか、補正予算を組む予定であるのか、その辺を教えていただく上田部長。あのこのの前倒しの支給対象者は、まあ 予測ですけども約230件程度で3400万程度というふうに見込んでおります、えー、まあこの入学金の前倒し支給はあの進学先の高校の家庭によりましてまあ私立とか公立とか全日制とかそういうことによりまして金額が異なっておりますのでまあ進学先がまああのまあ変更 こうされて返還金が生じないようにですね。まあ、あの2月の申請の時点で進学先が確定している方に限って、まあ実施するというものでございます、えー、そして、あのまあ、2月、4月、3月に受付をしたする分の方につきましては。は、えー、まあ,あの2月分もそうなんですけれども、審査や支払いの時期に行って。 期間要します1か月程度要しますので、3月に受け付けて、3月末にちょっと出すことは、技術的に難しいということで、4月末に3月受付分は支給となりますけれども、できうる2月分については、4月10日であったのを3月末に、少しでも春休みの間の早い時期に出すということにさせていただくということでございます。 えー、今回のこの前出し支給のかかる、まあ、予算につきましては、えー、今年度の予算において、えー、前倒し支給にかかる額と同程度のですね、えー、扶養が生じる見込みでございますので、えー、補正予算を行わずに、えーまあ、規定予算で対応してまいりたいと考えております。 わかりましたあの、えっと、3月の受付の方というのは、まあ、なかなか技術的にしんどいということのようですけれども、まあ、あのちょっとでも、ね、やはり早くあの支給があるとあの楽だと思いますのであのぜひ少しでも、まあ、可能であれば、ね、3月支給の方あの受付の方であっても、ね、あの少しでも早く 出るようにえっ、ー、とお取り計からいをいただけたらありがたいというふうに思います。でまああの、えー、私自身もあのえっ、ー、と中産の親の一人でもありますけれども、えー、あの <laughs> この制度ね、えー、まああんまりこうちゃんとこう十分周知されているのかというのが一つ気になるところでありますしどういうふうな形であの周知をされているのか。 っていうのを教えていただきたいのと、またあの今回の、ね、変更についても、ね、やはりあのせっかくこういうことをしたので、えー、対象の方に、ね、できるだけあの分かるようにご説明をいただきたいというふうに思うんですけど、こう周知の方法についてはどのようにお考えでしょうかこの入学支度金のまあ支給の制度、まあ、従来からまあ市民新聞であるとか、ホームページにも掲載しておりますし、 まあ、各区のポスターの掲示リーフレットの配布もしております。ま、他の高等学校、そして市内の中学校等にもポスター掲示やチラフ配布をしております。さらに今回前倒し支給についてはまポスターにその内容も記載しております。しま、専用のチラシも作成しまして、制度案内のリーフレットにま挟み込んで周知を行っております。 えまあこの前田し支給につきましては、来年度以降も実施していく予定でございますので、より多くの方に活用してもらえるよう、しっかり周知を図ってまいりたいと思っておりますインまあ今あ、ポスターでね、中学校等であの周知をするということやったんですけれども、それもあの大事だと思いますけどね、せっかくですのでね、教育委員会とも連携をしていただいて、中学校の方にもですねこういった制度で、今年から、 前倒しができてです、ねえー、3月中にあの可能だと、ただまあ、こういう条件があるということをね、しっかりお伝えいただいて、あのそういう対象の、ね、親御さんがぜひあの使えるように、えー、しっかりとししてていいただくお願いしてお願ります、はい、この件に関連して他にございませんか、はい、なければ次に、育児休業,後の休業後の復帰に関する誓、えー、約書についての質問を行います。 それで山本子委委員員はいい長お願いします、えー、一斉面接が12日まで行われていたということで、えー、保護者の皆さんからも声が届いていますあの、入れるだろうかと不安な思いで面接に行ったけれども、あの冒頭からといいますかあ、その当日にもうかなり厳しいですと言われるのは、本当にショックだったというお話や、あと育休明けが年度途中だったら厳しいと。 言われて、まあ、4月入所を希望したけども4月入所の申し込みをしたのに厳しいと言われてショックだったというお話もあります、まあ、そういった本当にあの精神的には大きなストレスがある中での一斉面接というところの場でですね あのその当日に渡されるのがあの育児休業復帰に関する誓約書です。まあ、これはあの育休中の方だけということで、まあ、一部の方への,、まああの書類ということになるんですけれどもあの、まあ、この内容を見ていてもですね、まあ、あの本当にギスギスした面接にしかならないのではないかというようなあの内容であるんですけれどもその下の方にね アンケートが書かれてるんですこのことを取り上げたいんですけれどもあの、保育を利用できない場合の対処方法についてアンケートを取っておられるわけですね、えー、保育園を利用したいと言って申し込みに行っているのに、保育が利用できない場合、あなたどうしますかということをね、そこで聞かれるわけですよ、でそれを見て、その記入を、ね、見ていますと、えー 保護者が職場に連れて行くであるとか祖父母や親戚等に診てもらうとかあと有給休暇を取得して保育するであるとかですねこのアンケートを正直に書いてもいいのかなと不利に扱われるのではないかなと不安な中で判断しなければならないわけなんですけどもこういった項目ですねあの具体的に見てみればあのこの入所が決まるポイントで ポイントでの関わりがある欄もあるわけです、あの保護者が職場に連れていく、祖父母や親戚等に診てもらうということになればあー、マイナスという評価になるのではないですか、はい、荒木養蜂総合、支援長、はい、育児休業復期に関する誓約書の件でございますが育児あの、育児休業取得中の方については、保育は利用できないとなりますので。 4月から職場復帰をするということにより、まあ、保育利用の調整をするわけなんですがその方に対しましてあのこういうものを取っておりますであの全員がですね利用申し込みされたから全員をまあ必要な保育につなげていくこれは私ども常にそういうに考えて利用調整をしているわけなんですが必ずしも全員が利用できるとは限りませんのでもし仮に利用できないような場合にです、ね、例えば代替手段があるのかどうかということをまあ確認をするためにさせていただいているんですが ちょっとまあ例示で言いますと例えばあるところに1人際の方がいらっしゃってもうどうしても育休復帰してもならないというような方がいらっしゃる一方で例えば育休はまだ1年間延長できますという,という場合ですねどちらかを必ず選べなけれならないという場合になりますと、えー、まあ4月になったら仕事を辞め,なくても辞,め辞めざるを得なくなるようなことは避けざるを得ませんのでそういったときにこういったような情報をですね 対応でできるんなないかなと思ってますで先ほどちょっとギスギスというのをお話がありましたがこれはあのフェイストゥーフェイスで面接をしながら説明をしながらこういうことであのお願いしてますということで聞かせていただいてますのでうそういう意味では単にこう出してもらう、というそれを出してもらうという形ではないのでその分ではもうそういったことはないのかなというには思っております。はい、山田 あの最後、お聞きしましたのはね、このアンケートの項目で、最終的にあの入所できるかどうかのポイントがマイナスになるという項目があるのではないですかというふうにお聞きしましたが、どうですか。はい倍晶市長あ。申し訳ございませんでした。えー、っと保護者が職場に連れていくという場合ですねあのじ、職場で保育ができる場合、例えばその認可外ですけど、事業所内保育、まあ、院内保育ですね、そういったような場合については、マイナス2点をしますし、あと、あの祖父母といいますか、 え65歳未満のまあおじいちゃん、おばあちゃんが同居されているような場合ですね、その場合もマイナスポイントしますので、それはちゃんと利用調整の,あの表の方にもしっかり書かせていただいてまして、それを踏まえて、保護者の方には来ていただいているということでございます、はい、山本、はい、あの確かに、資料の中ではです、ね、調整指数ということで、マイナスポイントということを挙げられてるんですけれども、これあの、保護者の皆さんがね、自ら不利益になるような、 ことをアンケートで書かなければならないというのはね、ええー、私問題ではないのかなというふうに思います。あの事情を説明されることもね、私保証されてないのではないかなと。結局ここにチェックをしてしまえば、後から調整の場でですね、この人は他の手段があるからということで落とされるという判断材料になるわけなんですね。このアンケートがですね、これがもし書かなければならないというような状況に追い込まれたならば、まあ、不利益を 許容するということにもなりかねないのかなというそういう評価ができるようなアンケートだと思うんですけどこの点についてはどうでしょうか。はい、和木市長、えっと不利益というかですね、あの実際の状況をですね正しく把握をして。 公平に判定をしていくというのが大事ですので、これ言うたら不利になるから黙っとこうと、だから書かせたら、これ、そういうちょっと虚偽って言ったらおかしいかもしれませんけど、そういったようなことをではなくて、ですねあくまでも多くの利用者の方が誰が見ても公平中立に選ばれていると、選定されていると、そういうことになるためにお聞きさせてもらっているものでございますので、これは当然、必要な世帯の状況を把握するために必要な項目ではないかなといううふに考えております、はい、山本学院。 あのこれねあの、虚偽ではなめだと言うんですけど、これね、確実に保育を利用できない場合にどうできるのかなんてね、当日に聞かれて、そんなことを判断できるわけないんですよ、これをチェックしたとしてもね、有給休暇取得できないかもしれないし、祖父母に診てもらえないかもしれないし、えー、この誓約書の紙は当日渡されると聞いてるんですけどね、当日突然渡されて、あのアンケートみたいな、ね、感覚で、これ書いてくださいって言われても、 結果的にこれが最後、調整の場で,です、ね、これ、チェックしたから落とされるということにはなるというんだったらね、だらですねこれほと不利益になるアンケートだなというふうに思うわけですよ。虚偽かどうかじゃなくて、将来のこと分からないんですから、それは虚偽じゃないわけですよね。不利益になるようなことを書いてくださいって書くことを強要するっていうのはね、私、問題だと思いますけれども、でね、もう一つですね、この取得中の育児休 休業を、まあ、期間終了日ままままで取得ししてた、ま、は延長すすという項目もあります育休中の方がもし保育園に利用できない場合に育,育休を延長しますということを、まあ、チェックするという項目なんですけどもそもそもねえ本当に保育園に、えー、4月から入所させて仕事に復帰したいと思って行っておられる方はそもそも延長なんて考えてないわけなんですよね。 そんなことしてたらあの、仕事もできへんわけですし、生活も厳しくなる、だからこそ、入所させたいと思って申し込みに行っているのにね、ここ延長しますっていうところをチェックしたら、これ、また落とされるわけなんですよ、これこそね、私ね、延長したいと思ってないのに、延長しますってここチェックしたがために、落とされるという結果になるのはですね、これ、本当に結果的にこの人に不利益を与えるということになるのではないかと思います。あの 本来ね、保育が必要と認定されるのであれば、保育の責任を果たすのが京都市の責任であってですね。保護者に他の手段,手段があるじゃないかって言ってね、責任を求めるような内容は、私本末転倒だと思うんですけども。そういう結果になっていると思いますが、どうですか。山口長えっとですね、育休を延長できる場合は、あのポイントが下がるっていうことは一切ないんですね。育児休業を当該年度中、まあ、とか、四月以降の年度中に。 育休の期間が切れる場合は2点加点しますしもう1年、さらにもう1年延長できる場合でも1点加点をするとしますので、育休をまあ延長でいくかどうかは別にしても、その方については加点をしております、ここにチェック入れたら落とすということは一切ございませんでしてです、ね、あくまでも指数であの判断をしています、そういうことは一切ございません。 であのー、皆さん入所させたいということであの入ってこられているということ、まあ、基本的にはその通りだと私も思っているんですが、まあ、私ども区役所からお話を聞かせていただいていると、もしあれやったら0歳児で4月から入れるものなら入れたいと、でだから第一希望のここだったら入れたいと、で無理ならもう1年延長してです、ね、1歳児から入れたい。で それは別にどっちの選択でも構わないということで申し込みされる方もですねこれは少なくないという意味を聞いておりますのでそういう意味ではその方の事情ご事情をですね詳しく聞かせていただいた上えでまあ判断をさせていただくためにはこういったものが必要ではないかなとこれアンケートであの書いてもらって投函してもらうのではございませんでして必ず面接でフェイスとフェイスで聞き出しをするものですのでそういったことは丁寧に説明をさせてもらいながらですねまあちょっと不安になることもあるかもしれませんがそういうことはないようにまあ丁寧に対応していっているのではないかなと思っております。 点数上不利にならないと言い言われましてもここにチェックを、ね、されたら最終的にこの人はあ保育園を利用できなくても、ねえー、育休延長できるんだということで最後、どちらかを選ぶときにそれで落とされるということになるわけじゃないですかだから不利益になるということは私、変わりないというふうに思うんですね。あの切羽詰まったた状況の中ででこれれれ書かされるんですけどどもも先ほど言われたあの延長してもいいと 思思ってるる方もいると思いとますでもねあの私たち聞いてるこの誓約書をいただいた方はもう4月から復帰するということを前提に申し込みに行ってはってねそんな方がねここにチェックしてはるんですわ育休延長したくないと思ってるのにここチェックしてはる正直な,あのなんていうかなあの誠実な方なんですね保育を利用できない場合あなたはどうしますかってね家庭のことを聞かれてるわけですから。 それが家庭のことを聞かれたのにね、これが延長しはるんだっていうことで、あの調整の場で落とされるということはね、結果的に私はあの納得いかないということにな,らな,らな,いなるのではないかなというふうに思います。あのこのの育児休業復帰に関する制約書というのは あの当日渡されるというふうに聞いてるんですけれども、えー、この本当の,あの書類というのをです、ね、あのぜひあの委員会にあの資料として提出をしていただきたいと思います、でこれ、もし説明する文書とかあれば、それもあのお,願いとお願いをしたいと思います、あの最後によろしくお願いします。で面接時にです、ね、口頭でやり取り取をすると その場で判断をしなければならないって、だからこそ心理的なまあ,あのストレスがあるわけなんですね。あの面接してるからいいじゃないんですよね。そこで判断を今突然求められるっていうことに私はそのこの書類の問題もあると思っています。で、この書類がね、今この育児休業復帰に関する誓約書っていうのの下にアンケートを書いてるわけなんですね。この約束すると同意すると。 いうことを書くようなこの項目の下にあなたは保育園を利用できない場合どうしますかっていうところに、ね、チェックするわけですよまるでそうしなければならないかのような書式になっているわけですねそういう心理的な影響もあると思いますこのアンケートの取り方私問題だと思いますのでこれはできたらやめていただきたいでそれがまあできないのであればこれは別の書類で もうこれはあくまでアンケートだという形でこれがどういう効果を及ぼすのかということをですね最後の調整のために使うということがしっかり相手に説明された上でアンケートをしてください、そういう説明が十分されなければあの本当に不安な中で、えー、その保護者の方がこの面接を受けられるということになりますのでそういった改善も求めたいと思います。どううでしょうか原木市長 あのまあ、フェイスフェイスで面接をしながらこうやっているわけなんですが、えー、丁寧にです、ねまあ、あの保護者の方は初めてのお子さんで初めて一斉面接の方もいらっしゃるかもしれませんので多いと思いますので、えー、安心してあの自分の今の世帯状況と子どもの状況とか説明でき,できるようにです、ね、でこのポイント制のまあ考え方とかそういったことがちゃんと理解いただけるように丁寧な説明をしていくということは今後も私どもしっかり。 まあやっていきたいいなという,ふうに思っておりますただ、この様式につきましては、ですねやはりその世帯状況を詳しく詳しく把握をした上でないと、本当に正確な必要な利用調整できませんので、こういったものについては当然必要かなといううに思っております、ただ、こういった様式につきましては、毎年、区役所の職員と去年、これ、も前から出会っているんですけどね。 あのまあ、状況を聞かせていただきながら、微修正でございますが、毎年見直しもしてますので、より良い、まあ、形で聞けるような形でで,す、ね、できたらなと思ってます、であとあの、資料ですかね、教育資源資料については提出させていただきます山本容子さぜひあの、このことについては、保護者の方からこのアンケートは本当にどうなのかということで、ね、ご意見を複数いただいてますので、ぜひ検討をしていただきたいと思います。 えーまあ、できたらやらないで、口頭での面接でしていただいて、でもしどうしてもしなければならない場合は、別で説明をしっかりと明記をすると、その説明が口頭では保証されないわけですから、しっかり文章で示していただくような改善を求めて終わりたいいと思います、はい、先ほど山本陽子委員から要求のありました、育児休業復帰後に関する誓約書およびその説明資料については、 提出できるとのことですので、委員会資料として提出を求めることにご異議ありませんか。ご異議がありませんので、委員会資料として提出を求めることに決定いたします。理事者におかれましては、なるべく早くご提出いただきますようお願いします。この件に関して関連して他にございませんか。茂林。あの長びあの長くなっていると非常に恐縮なんですけどちょっと一点だけちょっと。 あの私もあの市民の方からあの利用あの、まあ、面接のお話いろいろ聞いておりましてあの、まあ、疑心暗鬼という言葉があが山本陽子委員からもお話ありましたけれどもこれ非常によく聞きますあの正直にもちろん書いてくださっていると思いますし特にポイント制というものは本当に公平・公正を期して導入されているものだとは思うんですけれども。 この書き方によってはちょっと、まあ、事実だけれども事実じゃないような同居はしてる住所の欄ではなってるものの実は形態が違うっていうような、まあ、本当に実態とその,じあの本当のものが伴っているのかっていうようなそういう疑心暗鬼の声をよく聞きます。 その点について、まあ、面接時で、まあ、そういったことはありませんというような指導をしっかりいただいているのか利用情勢の神も私も何度も見ているんですけれどもこれをし正しく書いてくださいというような表記はあるんですけれどもあの、まあ、虚偽記載をするとうんぬんかんぬんということはやっぱりないんですねそれは当たり前だと思うんですけれどもこれ一体これ事実と異なるものを書いたらどういうふうなことになるのかちょっとご説明いただけますでしょうか。 はい、荒木予報総合支援市長あの例えばそれを裏付け調査をするとか、そういったことはもう物理的にも不可能ですので、あくまでもお話をする中で,です、ねあの、ここはこういうことですが、こういうことでよしですゃこの場合こうですけどということで、お話ししてもらいながらさせていただいています。ただまあ あの実際の実例でありますのはです、ねえー、保育園、入園した後です、ね、やっぱりそ,のそこに入りたかった保護者の方からです、ねえー、実はここに入っている方、これ実はうせやでとかそういったこともです、ねまあんまりめったにないんですたまにはあったりしますのでそういった場合については適切な措置を行うということでは対応しております。はい、森委員 はい、あの非常にあのこれ恨み、つらみというものがあ,のあんまりよくはないことは皆さんよ分かって治られながらもやっぱり感情部分として特に入れなかった第一規模のところに入れなかった保護者の方々にとってはなんでこの人が入れてうち入れへんかったんやろうというようなやっぱりその声には出せないけれどもやっぱり溜まっておられるもの。 というものが、まあ、つもりに積もって、あのーまあ、先ほどいいあの、山本委員からもありましたけれども公正公平に期していただくからにはやはり誤解を生むような表現というのはや,っぱりやめていただきたいですし、あのー、そういったことをやっぱり疑心暗鬼には思いたくないのにかかわらず思ってしまうというような今現状がございますので、まあ、そういったところの疑念というのを取り払う努力をやっぱりより一層考えていただきたいなというふうに思いますす以上です、はいえー、この件に関連して他にございませんか。 なければ次に企業主導型保育についての質問を行います。それで山本裕二議員、はい、えー、よろしくお願いします。あのまあこの委員会でも少し何度か、えー、企業主導型の保育事業所ということで、えー、議論もされてきました。でまあえっ、ー、と本格的には今年度から多分始まっている国の内閣府の。 あの取り組みですので、あれですけども、今だんだん京都市内でも増えてきていて、えー、先日、とある園長先生とお話をしてますと、まあ、うちの園の近所にも、まあ、この動動企業主導型の保育事業所ができるんだということで、まあねまあ、全然よく分からないんだけども、どうなってるんだろうみたいなお話を少しいただいたというところで。 少し概要をです、ねまあ、手短にちょっとご,ご報告というかあの、この内容について、ちょっとご説明いただけますでしょうか、はい荒木。企業主導型保育事業といいますのは、えー、これ、平成28年度からあの内閣府主導でまあ始まった事業でございまして、多様な就労形態に対応する保育サービスの拡大を行うと。<laughs> も、まあ、って保育所児童、保育所体育児童の解消を図りますということで、まあ、始められた制度でございまして、えーまああの、認可外、市町村の認可外事業ではございます、児童福祉法上の、まあ、市町村の認可外事業ではございますが、あの内閣府が、まあ、助成を決定している事業でございまして、であの施設,設備につきましてもです、ね、市町村の認可事業でありますあの小規模 B 型と同程度の、まあ、基準があるということで、まあ、保育の質も一定担保されているのではないかなと、そういうような事業でございます。はい 申し込みは、えー、と市を通さずに、まあ、直接、ントされるとで、えー、というふうにも聞いてますで、あと、監査なんかは、これ、施設の監査ってのはあの、認可外でいうと、ね、認可外の保育事業所は、京都市のあるのは、京都市の監査がやってたと思うんですけれども、この場合はど、どうかされるんですかはい荒木市長まずあの申請の方なんですが、これはあの市を経由していないというなります。直接 あの内閣府ということになりますので、内閣府が児童育成協会というところにまあ委託をして、そこが実施をしているというところでございます。で監査につきましては、ですね、えー、児童育成協会といいます国の方でまで年1回、今年度からなんですが、実施をするということにしておりますし、で京都市におきましても、その国が実施した監査結果をいただいた上でです、ね、えで、ー、私どもの立ち入り調査をさせていただいているということでございます。はい、山本博文 分かりました、まあ、その辺でまあ京都市でも少し絡みがあるのかなと思いますで、まあ、今あ、京都市もう,こう何年も連続4月1日時点では待機児童ゼロということで、まあ、それこそ本当にね皆さんの取り組みまた現場の民間の保育事業者の皆さんのご理解があって、まあ、増援であったり新設であったり場合によっては小規模であったりといったことでその地域によってちゃんと地域を限定をしてここはまだ保育の需要がありますから、えー、増設しましょうよと。 いうようよなことである意味、ガラス細工のような取り組みでその今の京都市の定員保育園の枠っていうのが作られてきたと思うんですけれどもこの企業の主導型の保育事業所というのはそういう,ようなものにおそらくとらわれずにです、ね、やってくるとでも,ちろんもちろん地域枠と企業枠、まあ、全部が全部定員30であれば全部が 地域枠というわけではないとは思うんですけれども、そういったこれまで積み重ねてきたものをやっぱり無視して、ですねその地域の需給のバランスを崩すんじゃないかという可能性がちょっとあるんじゃないかという心配をしているんですその辺はいかがですかはい荒木市長あの私ども、保育園認定ご同盟、小規模保育事業所等についてはですね、えまあ ニーズ調査を行った上で子ども・子育て会議で議論をいただいてですね市町村の事業計画を作っております、これに基づいて計画的にまあ整備を行っているわけなんですが先生、ご指摘のようにですね企業、主導型保育事業というのは市のそういった事業計画と関係なく整備ができるということもございますので特にあの従業員枠はこれ福利厚生でまあまああいいんかなと思うんですが例えばその地域枠というものについてはまあ極端でいうともうここもあの過剰状態。 保育の提供過剰状態の区域になっているというところでも作れるわけでございますし、市町村の方にそれが相談があるかといえば、それは義務付けられておりませんので、そういったことは需要のミスマッチといいますか、需要と供給のミスマッチの起こり得るような仕組みは一部あるのかなというに思っております、はい、山本由良美ま員、それは今後、どのようにして解消されるのかということについては、しっかりと国とも協議をされる必要があると思いますけど、今の時点で何かを持ち合わせてもうのありますでしょうか。 私どもから内閣府に対してはです、ね、あのこういった事情を説明をさせていただいておりましてです、ね、市町村へまああの地域予約を設ける場合は地域予約を設ける場合については市町村に事前にまあ協議を行うというような仕組みをぜひ、ね、とも考えてほしいということでお願いをしております、でお願いするだけではなくてです、ね、私どもの方もホームページにまあ夏ごろなんですがあの京都市でも相談乗りますよと。 こういうことも書いてですねちょっと出させていただいてるのとかあと経,団体経,経済の団体さんとか、まあ、医療機関があの院内保育の形でする場合も多いので医療関係団体の方にもですねもう 10箇所以上こう回ってですね。あの地域枠を設ける場合については、必ず京都市に相談してくださいね。というようそういったこともさせてもらいながらですね。この間やっております。まあ、そういったことからまあ、最近あの企業主導型でまあ申請が出てくる分、まだ知らん。うちえこれって言うのもあるんですけど、まあ、ほとんどはもう、まあ、多くは私ども事前に相談いただけるようになってきてますので、まあ、そういった効果も出てきてるんじゃないかなと思ってますが、ただやっぱり制度的にはですね、えー、地域枠を設ける場合については、やっぱ市町村の事業計画と整合性を取らなあかんということありますので。 えーまあ、来年また2万人増やすように聞いておりますので、相談、まあ、事前協議といいますか、そういったような仕組みはやっぱ必要ではないかなというふうに山本博美、まあ。ぜひあのそういったこともしっかり取り組んでいただいて、今のバランスが崩れないようにしていただきたい、あのまあ、今の,あの内閣のホームページ見てると、来年のあ今年の4月ですね、今年の4月時点であの、ちょっと地域枠と事業所枠含めての話なんですけれども、まあ、京都市内でもトータルで、 358定員ぐらいが多分できるということになると思いますので、京都市、今年度、平成29年度は1000人、1010 10人でしたっけ、あのね、入所の定員枠を増やしている中で、その預かり知らんところでまたそういうことが行われていて、なんか地域のバランスが崩れるというのは、一つ危惧をしていますので、まあ、ぜひ今後ともよろしくお願いしたい。あと保育料なんですけれども えー、保育料については、これは、まあ、認可外保育事業に、まあ、内閣費が補助を打つという形なので、円、えー、がそれぞれ決められるというふうに聞いてます、で京都市の今すでにこの企業主導型保育事業者やってるところの保育料、いくつかちょっと見させていただいたんですけれども、1、まあ、つは、まあ、保育料はあの自治体の小規模保育事業の算出基準を適用しますよというところがある。 でもうつはまあ、あと二つ見すけど、えー、ともう一つは、えー、と一律で3万4千って円というところ、でもう一つは、えー、地域枠が1万5千円付円月ですねで、えー、企業枠は1万円という差を設けながらやっているところこの、まあ、特にこの1万5千円の地域枠というのは、おそらく一般の保育園の利用者からすると安い、特に1人目、あの2人目、3人目になってくると半額。 無料っていうことになってくると思うので、あれですけれども、一人目の一般的な保育料保育園を利用されている方からすると1万5000円っていう設定は月非常に安いんじゃないかなというふうに思ってます。それはもちろん利用者にとってはいいことですけれども、やっぱりこの保育というところで、その値段でですね。そのなんかなんていうのかな？競争が行われてそのまあ、京都市はね。あのあの表で。 あのしっかりと決められているわけですけれども、変な値下げ合戦とか、そういう競争になるというのもいかがなものかなというふうに思うんですけれども、その辺この料金設定については、何かお考えありますか原木市長、えー、先生がご指摘のとおりですね、あの企業主の方々を漏らしてますと、京都市の基準に沿ってやっていると、ただ、所得がわからないので、保護者の方から市民税、これぐらいですと聞いて、それでやっているようなところもある一方でですね。 やっぱ所得が分からないので保育料格差つけられないので、1万5000円とか1万円とか、そういう決めてやっているというところもあると聞いております、でこれはもうルール上、企業主導型については事業者がまあ決めると、でその金額をまあ分かった、了解した上でまで、利用者がまあそこと契約をするという仕組みになっている以上、ですねちょっと市町村の方であで、金額はこれにしてくださいとか、そういったこともちょっと難しい仕組みになっているんじゃないかなといいうには思ってます山本博美。 だから利用者がです、ねまあ、保育園を選ぶときにその、まあ、同じ条件であってたらそれ安い方を選びたいのは当然の心理だと思いますのでその辺でこう今、頑張っておられる民間の京都市の認可の保育所がその不利益を受けないようにやっぱり京都市としてもしっかり守ってあげていただきたいという思いでございますのでまたこれからもどうぞよろしくお願いししますよろしいですか、はい、この件に関連して他にございませんか。 はい、なければ、次に保育園幼稚園における定員割れについての質問を行います。それでは、道端委員。あのー、今。一斉認証が終わって、あの、本当に、あの、現場の、えー、あのー、室の。あの、皆様方、本当にご苦労されているというのは、私も、あのー。 近くにいてあの本当に頑張っておられるなとあの苦労しながらあの保護者のいろんな要望をこうあの聞いてで本当に面接でもねいろんなあのご意見もあのご相談もあのあって中で本当にその調整をされているというのは本当に私はあの心からあの敬意を表したいなというふうに思っておりますでその中でねあのあるところでやっぱり保育園側でだいだい見えてきましてあの一部 どうしても子どもが集まらないあのいわゆる定員が満たされないという相談も私のところに来るんですね、でやはりちょっとその辺も少し現状が、ね、私自身がよくわからないものでまず最初に、ね、去年の4月の段階であの定員を満たしていないあのいわゆる保育園、こども園小規模保育も含めて、ね、あの別々でその数はどれぐらいあるんでしょうか。はい、荒木保総合支援室長。 保育園とあの子ども園、一緒にちょっと寛解させてもらいますが、今現在、4月1日現在で251か所、29年4月で251か所ございます、その段階で4月1日現在で、ですねえ定員割れをしている施設は69か所、約3割程度という状況になっております、これは公営を除くでございます、公営については18か所中12か所がまあ定員割れをしているというような状況ですで。一方小規模保育事業所とこれはあの 事業所内保育事業も含めた家庭的保育事業という形をさせていただいておりますが、これがあの29年4月1日現在で112箇所ございまして、定員割りをしているところはそのうち53箇所ということですから約5割ぐらいというような状況でございます。はい、ミジまああのそれをまあスタートでまあ始められて、まあ途中入園もあのいろいろとあのまあ産休明けとか育休,休明けとかいろいろあってあの入ってこられるんですけれども、えとまああの近々。キンキン 今、この状況がどういう形であのなっておられるのか、その状況とかいうのは、数日間でおられるんでちょっと公営の方はちょっと、あのすみません、あの把握、今、ちょっとデータ持ってないんですが、え民間の保育園と認定ごと面で言いますと、現在、転移割れの施設はです、ね、42回円、まあ、16.7%ぐらいなんですが、42回円になっておりますで。小規模保育事業所等につきましてはですね 16箇所ということで 14.、14.3%程度ということになっておりますちなみにあの、市内の幼稚園も定員あってあの、たくさんあると思うんですけれども、あのその辺の定員割れというのは、えー、京都市とししててかまれてるんでしょうか市長先ほどのすみません、データ、の12月1日現在ということで申し訳ございません、申し訳忘れましたが 幼稚園についてはです、ねあの、ちょっとあの、えー、保育園と定員の考え方がちょっと違いましてです、ねあの、児童数とあごめんなさい、あの敷地面積とか、園庭面積とか、そういったいろんなあのし、まあ、データをもとにです、ね、まあ、ある意味、機械的に定員数がばんと出てしまうというところがございます。で,ですから、幼稚園については、保育園と違いましてです、ね、定員数に基づいて、まあ、あの支給する単価が決まるんではなくて、私学情勢でございますが、 あの児童数とか教職員数とか学級数に基づいてまあ単価が設定されますので、あまり定員割れというのは、あまりこう仕様としては使われていないということで、対価的にはあまりオープンにはなっていないという状況でございます、はい、そこでね、あのまあ、うんと定員が割れている円がこういうふうな形で、まあ、うん少ないのが多いのか、少しあの若干私もあのこれが判断をつきかねるんですけれども、 あの少し視点を変えてね僕が聞いてるのは、まあ、保育園の園長先生方からいろんな事業者から定員が満たされへんから大変や大変やというふうに言われてるんですけれども私はね子どもの立場から少し聞きたいなと思うんですけれどもあの子どもはどこの保育園行ってもあの同じ保育料を払ってである一定の保育をいわゆる提供されるという観点からねこの定員割れっていうあの ことがね子どもの処遇とか、まあ、処遇イコールいわゆる子どものいわゆる保育にどういう影響があるのかそういう観点で、あのー、物事をいわゆるそ、あのー、そどういう認識を持たれているのか、あのー、その辺を一お答え局のと,としてのお答えをいいいたただきたいなと思まずは前段でですね、あのーまあ、中にはあるかもしれませんが例えば去年まで100人いた子どもが今年50人になったと。 大きくく激減すすることはあまり基本的になくてですね徐々に徐々に減る場合、まあ、実際は上がったり下がったり繰り返して徐々に減っていくというような場合がまあほとんどだと思うんですがそういった場合はですね当然その保育士の先生の数もそこに合わせてこう調整をしていきますし保育内容についてもですねその子どもの数に応じて 実習生をしながらやってきますので、私ども現場に聞いてますと、ですね子どもの数がその定員割れになったからということで、直ちにその保育内容が大きく変わるとか、そういったことはないと、本当に少なくなれば、ですね今まで4歳児クラス、5歳児クラスでやってたのを、まあ、4歳、5歳で2年で保育をするというようなことでありますとか、そういったことをしているので、基本的には保育の内容については影響は特にはないという,うには聞いております内田委員。 ちょっとそれは私は違うような気がするんですけれどもねあのそれは現場の努力であっていわゆる行政としていわゆる保育をたんあの担保する一定の保育水準を担保するためにはやはりあのその裏付けとしてあの保育単価というのがあってで例えばあのそれが年齢ごにあの定員ごとに保育単価が違うというのはやはりそれは一定の,あの保育を 担保すると行政としてはっていうあの制度だと私は思ってるんですねやはり何らかそのいわゆる定員内においてあの例えば90人定員で、ね、あの90人の子どもたちを見るために単価というのは決まってると思うんですねでそこであの定員割れを起こした場合ねやはりゃイコールではないと思うんですよももちろん程度のあの現場の努力も あのもちろんある,あるとは思うんですけれども行政として保育サービスを担保するというねあの観点からねやはりその辺あの例えば具体的にねあの九十人定員で、えー、100名あ違うわ九十人定員で九十名の保育園と九十、えー、あすみません百九十人定員で、えー、定員割れして八十名。 の保育園と80名定員の80名の保育園、これ、運営費的にえいくらぐらい違うのか、ざっくりでいいですから、もし数字をあのすぐ言えるんだったら、のその辺の金額を教えていただきたいなと思います荒木市長。90名定員であの90名入っておられる場合については、あの市の支配分も含めての数字だったらあるんですが。 下配分も含めますと、約9700万円ぐらいになりますで、それを入っておられるお子さんと同じ80名定員で80名入っているような場合はです、ね、約1億円になりますので、その差額といいますと、年間300万ほどということになってまいります原委員ちょっと今説明がよくなると、90名定員で90名いったら9000。 まあねで僕が言ってるのはそうではなくて90名定員で80名の定員割れのところと80名定員のところの80名同じ子供の数なんですよ定員数によって単価が違うからどの程度影響あるのかそれを少しそれが300万なのかどうなのかもう一度お願いしますはいあらきちすみません言い間違えましたす <laughs> えと90名定員で80名の場合が9700万円でして80名定員で80名の場合が1億円ということで申し訳ございません言い間違いました申し訳ございません。 はい、実際300万、やっぱりそれがあの大きいが少ないかはあの別としてね、別として、これは大事でいくといやっぱり子どもの処遇とあのいうことになると思うのでね、その辺もやはり、そういうお金の処遇の,あの減額が、子どもの発達、育ち部分にどう影響するのかね、ちょっと私も測りかねるんですけどね。 あのその辺の観点っていうのもね非常にあの子どもを中心として子どもの発達とかそういう保育に、ね、あのを視点において、まあ、お金があれば子どもの発達があのすごく伸びるとは僕は言いませんけれども行政のいわゆる担保としてね保育,保育サービスの担保と保育の人の担保としてそれがどう影響するのかっていうのもね少しの観点としてあの今後あの考えていっていただきたいなと 思うので、まあ、それはいろいろと、あのー、難しい部分もあるとは思いますけれども、あのー、そ,こそこも、ね、今後、あのー、課題として、ねあのー、考えていただきたいなと思うんですけれども最後に一言お願いしま言荒木市長まずあの制度的にあの工程科学の考え方なんですが工程科学はあの例えば81人から90人といった10人単位でですね えー、単価設定がされておりますので例えば56人7人8人こう定員割れがしたから直ちに経営が大変になるとそういうようなものではなくて一定の幅を持たせた。 制度設計がされてますので大幅にこう20人とか30人とかぐっと下がりますとこれは経営的に大変になると思うんですがそういう仕組みになっておりますで私どもの方もですねあの仕組みとしまして提供区域全体で見た時に、まあ、2年間連続定員割れをしているというようなところでかつその当該施設も定員割れを続けているというような場合についてはですね あの定,員まあ、定員の見直しというのを、えー、行っていくということを、まあ、今回、打ち出させていただいてまして、えー、今年の4月から実際に具体的にガイドをする園が3 4か所ございますがそういった形で、まあえー、児童の状況に応じてです、ね、対応できるようにしていきたいと思ってますでまた一方、ですね、えー、私どもやっぱりあの市内の270か所近い保育園すべてちょっと点検を定期的にしておりまして、えー、定員割れの状況もチェックをしております。であの新設園はあの大体あの 3、4、5歳が入ってくるのでまあ、なかなか初め入ってきませんので3年、4年かかるんですね。ねですから定員割れスタートが多いんですがそういったような事情がないところで本当にもう片手ぐらいの状況でございましてです、ね、あの要するに90%未満。 割っってしまったとかほとかほほんど、ま、んまにごくわずかでございまして、それとついては、私ども個別にも指導,指導とか支援とかもさせていただいてますし、今後ともそういう形で経営がまあ成り立たなくなってで、できなく子どもを見れなくなるいうことがないように、ですねきめ細かく対応していけたらなというふうに思っております宮田委員。今、答弁いただいたその定員割れの定員調整の問題なんですけれども、今、これは <laughs>。 共同市全体をターゲットにして、それを答えていただいているのか、あのそのいわゆる私が質問,し質問させていただいた第5地域だけの原点なのか、その辺はどっちなんでしょうか長あの、まあ、今回おっしゃったように、第5が、まあ、あの2年連続定員割れを全体としておりますので、今回は第5がまあ対象になってきますが。 今度まあ私ども、市を挙げてでで子どもを増やしていこうというか取り組んではいますが仮に子どもの数がこう減っていきますと保育園がそのままの定数で維持をしますとですねどうしてもその定員割れを生じてくれる提供区域も増えていきますそういった場合については全市的な考え方としてルールを示させていただきましたので今回は第5が対象なんですが今後そういったところが増えてくる可能性もあるとそういえばそういう適用していくということのも,ものでございます、ね。 まあそういう方向でよろしくお願いします。以上です。はい。この件に関連してほかにございませんか。はい。なければ以上で子ども若者育み局を終わります。議員の皆さんお疲れ様でございました。委員の皆さんはしばらくお残り願います。次回の委員会でありますが、2月7日水曜日に開会いたしますのでご予定のほどよろしくお願いいたします。以上で本日の委員会を散会いたします。委員の皆さんお疲れ様でした。 あーしんど